ンポン。コイントス、表か裏を選択してください。当たれば100万、外せば罰金50万、チャレンジしないのなら10万あげます。さあどうする？どっちでもいいから100万ください。僕も出直せ。こういう時は期待値を計算するんだよ。おお、なんか頭いいっぽい。勝った時の100万と表裏の2パターンをかけて期待値は200万。バカが、1個目100万欲しいな。お、コイントスやるか。まあそんなことは置いといて、話題の中心だろうが置くんじゃねえよ。やるなら貸しますよ。コイン、お前んとこそれ使って買い物してんの？はい、表と裏選んでください。え、じゃあ裏。はい、じゃあ行きます。待て待て、行くんじゃねえよ。何お前がコイントスしようとしてんだボケ。ああ、裏ですね。表裏の判断どうなってんだよ。大当たり。当たったんかどうかわからんわ。じゃあ100万円、相当の私の顔をプレゼント。ふざけんな、ただの罰ゲームじゃねえか。しばくす番長はどんな勝負にも勝つ。表や。ほほほ、ホイスラが楽しいですね。おい、来てよお前。はい、裏でーす。く、負けた。泣くなや。はい、50万罰金。運も私の顔をあげる。お前の顔プラマイ療養かよ。これじゃあうちのカッタゾン野郎が。でもほら表情が違う。わあ、私の周囲めっちゃ笑顔。めっちゃ気づいてる。ふざけてんのかてめえ。プロスペクト理論とは、人は何かを得る欲求よりも失う時のリスクの方を大きく感じて行動を選択してしまうという心理効果のこと。きっとこの問いに対して皆さんの大多数は何もしないで10万を受け取るを選択したのではないでしょうか。これがメンタリズムです。